指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木伸之です。このね、指名手配議員、昨日も講演やらせてもらいましたけど、この本の内容にね、なんかヒステリーを起こしてね、鈴木伸之喧嘩売ってやるって言ってるのがいるんですけど、まあ直接言われてないんでね、一つで。まあだけどそいつもさ、いつもこうやって電柱の陰に隠れてるよ。あ、でもこの間初めてあれだな、表へ出たな。まあねえ、この暗闇で襲われても嫌だからね、今日はうちのお宮にこのサンドバッグは中学の時に僕が買ったやつだけれども、少し練習してね、返り討ちにできるようにね。なんせ怖いじゃない、喧嘩をね、鈴木伸之に喧嘩売ってやるっていうんだから。あ、ほんとね、練習しとかないとね。いやー、鈴木伸之に喧嘩売ってやると、この内容にね、どこが あれだかよく知らん、わかんないけど、真実しか書いてないから、まだ言ってないこといっぱい書いてあるけど、書くことあるんだけどね。まあ本当に、夜の闇討ちでも何でもどうぞどうぞ、一応返り討ちにできるようにね、練習だけはしとかないと。なんか怖いですからね、押されちゃうとね。なんせ僕に直接言ってきてないけど、鈴木に喧嘩売るそうですから、怖い怖い。